今日の生かした偉人は勝海舟、坂本龍馬の師匠であり、さらに西郷を説得して江戸城総攻撃を回避させたことでも有名ですね。海舟は航海術も身につけており、艦輪丸という船の艦長でした。そして彼は立派に艦長を務めて、目的地であるサンフランシスコまで到着しました。で、そんなわけありません。ここは藤山の動画ですよ。そもそも海舟は重度の船酔いという個性を持っており、熱まで出しちゃうのです。なので戦場で指揮など取れるわけもなく、アメリカ軍に指揮を任せておりました。後に日本人だけでサンフランシスコに到達したのは君らが初だとアメリカ人に言われたんだと語っていますが、まあここでは触れないことにします。ちなみに一緒に船に乗っていた福沢諭吉さんからも、あいつは船酔いで部屋から出てこなかったとバラされています。皆さん、船には酔っても自分には酔わないように。ではまた。